はじめに入場してきましたのは、滝川駐屯地に所在する第10即応機動連隊の軽装甲機動車です。軽装甲機動車は通過部隊等に装備し、戦略機動、鉄壁機動に引き続き敵の脅威下における機動的戦闘を行うために使用される小型の装甲車です。保有する部隊内では略称をもとにラブと呼ばれています。自衛隊の海外活動では現在までにイラク派遣ハイチ PKO、 南スーダン PKO、 ソマリア沖海賊の対策派遣部隊にも頻繁に使用実績があります。してきましたのは、同じく第10即応機動連隊の96式装輪装甲車です。空地火力の脅威下で、主として路上機動により迅速軽快な活動を行うために使用する装輪式の装甲車両です。保有する部隊内では略称をもとに WAPC-W と呼ばれています。装輪車両であることから、アスファルト路面などの平地での運用が容易で、車幅は手続きなしに公道を走れる規模に収められているため、東日本大震災に際しての災害派遣でも用いられ、イラク人道復興支援の際にも派遣されました。所在する第12施設群の92式地雷原処理車です。92式地雷原処理車は戦火部隊に装備され、地雷原に車両用通路を一挙に開設し、第一線戦闘車両を移動を支援するために使用する機材です。続いて入場してきましたのは、同じく第12施設群の7号式ドーザーです。空地火力の脅威下で、主として路上機動により迅速軽快な活動を行うために使用する装機式の装甲車両です。前後2つの運転席を有し、作業時はドーザーブレード側の運転席で、装甲時には反対側の運転席で操縦します。装甲を有する建設車両のため、現在火山災害やカンボジア PKO において使用されました。
いて入場してきましたのは、岩見沢駐屯地に所在する第12施設群の偵察用オートバイです。偵察用オートバイは偵察隊、通過連隊、特化連隊等の情報部隊で偵察及び連絡用に装備されています。本訓練展示においては敵が設置した地雷原の偵察のために使用します。以上で当輪車、当機車の紹介を終わります。施設下部隊により通過中隊の攻撃を支援する場面を展示します。車両等がグラウンド内を走行し、また空砲等を使用した射撃を行います。観覧席及び安全ロープの前には絶対に出ないようご協力ください。特に小さなお子様には十分ご注意ください。また空砲の音は大変大きな音がしますのでご注意ください。次に場所の設定をご説明します。グラウンド中央、黄色い煙が上がっている場所一帯をご覧ください。敵が設置した地雷原です。次に右手奥、赤い煙が上がっている台上をご覧ください。赤の台です。現在敵が占領中です。お待たせいたしました。それでは訓練展示を開始します。音楽いいね。状況解。歩兵による近接戦闘を主体とした通過中隊は、攻撃に際し敵が構成した地雷原の情報を入手するため、ドローン偵察及びオートバイクによる地上偵察を実施します。偵察中隊、こちら総隊長、敵が構成した障害を偵察せよ。こちら偵察部隊、了解。左手からドローンにより上空から偵察が開始されました。偵察班の手元にあるモニターによりドローンから映し出される情報を入手し、障害処理部隊に対して迅速に情報を共有することが可能となります。左手奥から侵入してきましたのは、オートバイクによる地上偵察です。ドローンによる偵察と連携し、詳細な障害情報を入手します。ご覧ください。通過中隊長の要請により施設招待は急に引き、地雷原処理車により地雷原を爆破し車両を通過させるための通路を開設します。
小隊長こちら中隊長。実戦の地上げ車両実施せよ。この際、準備機をする時間を報告せよ。こちら小隊長了解。降下準備3分。この際、攻撃準備隊、エンタス攻撃を3分間頼む。こちら中隊長了解。これより中隊は、赤の台一帯の敵を撃破する。当初、攻撃準備隊機3分間。死後、突撃支援隊機3分間です。施設小隊長は障害処理応用を決定し、その作業間、敵からの攻撃を防ぐため、砲弾等による遠距離からの攻撃を主体とした特化部隊に射撃を要求します。問題は敵陣地内限に連射用通路1路を開設する。地雷原処理車が侵入してきました。爆薬をロケットで飛ばして地雷原に対し直線上の車両用通路を開設します。現在吸入式地雷原処理車はランチャーを上昇させ降下準備を実施中です。総隊長、こちらは地雷原処理車、降下準備完了。こちら総隊長了解、降下せよ。了解、降下準備を前処理弾の投射が成功しました。偵察部隊、こちら総隊長。処理弾投射後の処理状況についてドローンによる偵察を実施せよ。こちら偵察部隊、了解。左手奥から再びドローンにより偵察が開始されました。再度のドローン偵察により、処理弾投射後の地雷原について未処理の有無を確認いたします。総隊長、こちら偵察部隊、未処理4メーター発生。こちら総隊長了解。施設小隊はドローン偵察により得られた未処理の処理を爆破薬により処理します。この際、通過中隊から障害処理援護を受けます。中隊長、こちら総隊長、処理状況を報告する。我の方に4メートル未処理発生。死後、通過中隊による支援を受け、未処理部の障害処理を実施する。こちら中隊長了解、速やかに処理せよ。通過中隊長、こちら総隊長、これより未処理部の障害処理を実施するため障害処理援護を頼む。こちら通過中隊長了解。通過中隊長の援護体制確立後、施設分隊長は未処理部分の状況を確認するため地雷原まで前進します。爆破薬を点火しました。先ほど設置した爆破薬が爆発しました。
施設招待は引き続き地雷原の処理を実施します。未処理部分の処理が成功し、引き続き施設招待は7号式ドーザーにより開設した車両用通路を車両が通過できるように整地します。7号ドーザー、こちら招待所、地雷原通路の開通を実施よ。招待所、こちら7号ドーザー、了解。地雷原に通路が開設したことを確認した普通科中隊長は特科中隊長に敵陣地へ突撃するための支援射撃を要求します。特科中隊長、こちら普通科中隊長、突撃制裁機、頼む。こちら、特科中隊長、了解。突撃制裁機、撃て。最終弾、何着、5秒前。
立ったを確認した中隊長の号令により突入します。突入します。突撃が開始されました。このように我々はいついかなる任務にも対応できるよう日々訓練し努力を重ねてまいります。以上をもちまして訓練展示を終了します。引き続き観覧席前方グラウンド内では安全確認を実施します。安全確認が終了するまで立ち入らないようお願いします。本日はご観覧ありがとうございました。カレンさん会場ただいまの時間から WAPC 試乗を開始します。また13時から電車試乗を再開いたします。本日は15時まで駐屯地を開放しております。会社内にある売店や屋外にあるキッチンカーも多数出店しております。引き続きお楽しみください。